はい、どうもシャロンです。というわけでですね、ポケモンジャパンチャンピオンシップス日本一決定戦が無事ね終了して、優勝デッキはなんとレジギアスになったということで非常に話題を呼びました。というわけでね、まあ、この日本一決定戦という、まあ、超大型大会、こちらのね、まあ、詳しい大会結果だったりとか、大会で活躍したデッキのデッキレシピだったりとか、あとは決勝トーナメントに進出した64デッキはどんな感じだったのかとかね、全体の使用率はどんな感じだったのかみたいなデータの方を、まあ、まず見ながら考察をしていきたいと思います。やっぱりね、すでに終わった大会ですけれども、終わった大会からどういったことを見出すのかだったりとか、どうやってね情報を整理するのか、まあ、そういうところで、まあ、ポケモンカード力差がついてくると思ってますので、ぜひねポケモンカード力高めたい方、最後まで見ていってください。それではね、全体のデッキ分布なんですけれども、こちらねマスタークラス、まあ、約1600人の分布を、まあ、これね配信内で喋られていた内容になるんですが、まあこちらになります。オリジンパルキア V スターが 30%、 ミュー V マックスが 20%、 ヒスイゾロアク V スターが 10%、 ジュラルドン V マックスが 5%、 アルセウス裏工作とハピナスミルタンクが 4%、 あとはそれ以外というようなね分布になっていたみたいです。まあね、予想通りって感じでしたね。オリジンパルキアとミュウで 50% を占めて、ヒスイゾラークとジュラルドンが続くと。そしてベスト64、本戦に進出した10勝0敗、9勝1敗、そして8勝2敗の上位の方の計64人の分布がこちら。オリジンパルキア V スター 45%、 ミュウ V マックス 20%、 なんと 65% がこの2デッキになりました。ハピナスミルタンク 8%、 ジュラルドン VMAX 6%、 レジギガス 6%、 ヒスイゾロアーク V スター、オリジンディアルが V スター、そしてその他となっています。まあまずこの結果を見てわかることは、やはりオリジンパルキア V スターがもう超絶最強ということですね。ミュー VMAX はまあ使用率から割とね素直に来たかなという感じですけれども、オリジンパルキアは使用率に対しても、まあ、45% と、まあ、よりね勝っていて、まあやっぱりね配信卓とかを見ていた方だったらわかると思うんですけれども、まあ有名プレイヤーの多くの方はもう本当にパルキア V スターでしたね。ポケガ四天王もね3名パルキア V スターを使用してデイ2に上がっていますし、まあ、10勝0敗のね有名プレイヤーの平野さんなどもパルキア V スターを使用していたということで、まあやはり強者のパルキア V スターがたくさん上がったという結果になりました。他だと、まあ、ハピナスミルタンクが使用率の割に上位進出率が高かったりとか、ヒスイゾロアーク V スターは使用率の割に上位進出率が非常に悪いとなっています。まあなので結果としては、まあヒスイゾロアーク V スターを使った人はまあかなりこけて、ハピナスミルタンクの人はまあ比較的上がった、そしてパルキアは最強だった、まあそんなような結果に落ち着きました。そしてねトップ8、結局上位8名どうなったのかというと、優勝レジギガス、そして準優勝がパルキア、ベスト4がパルキア、パルキア、ベスト8がパルキア、パルキア、アルセウスジュラルドン、アルセウス裏工作となりました。アルセウス裏工作はね配信卓でも非常に活躍していましたので、まあ結構3大会連続決勝進出あるかなんて言われてましたけれども、ベスト8で散ったというような流れになりましたね。意外だったのはベスト8まででミュー VMAX が壊滅したというところですね。まあミュー VMAX はねやはり強いデッキでしたけれども、パルキアの方がね強いプレイヤーの中では人気がまあ顕著に差がついたというような印象となりました。それではね早速今回ベスト16まで入賞したデッキの方で、まあ、デッキレシピをねツイッターなどに上げてくれていた方なんかの構築を紹介していきたいと思います。まずはマスタークラス優勝のレジギガスデッキですね。こちらはバツローグさんという方の構築となっております。レジラインがね2枚採用となっていますね。やっぱ既存の構築だとレジドラゴとかがね多めに採用されている構築が多いかったわけですよ。理由としては嵐の山脈を使って補充できるので、レジドラゴとねレジエリケがまあ3枚ぐらいの構築っていうのは結構多かったんですが、なんとね全部2枚ずつで、スタジアムは嵐の山脈ではなく北岳の雪道と寿村となっているのが大きな特徴だったかなと思います。やっぱり嵐の山脈は強力なんですけれども、結局北岳の雪道がないと使用率は結構高そうだと予想されていたアルセウスジュラルドンに対して勝ち筋がなくなってしまうという点で、まあ頂の雪道3枚ぐらいはないとねやっぱりきつそうかななんて思っていましたけれども、採用されていましたね。でまあレジ系がね2枚ずつと、まあ、比較的少なめになっていることから、普通の釣り竿はね最大枚数の4枚の採用となっています。なので、まあ、基本的にもう倒されたら普通の釣り竿で戻してキャプチャーエネルギーやクイックボール、ハイパーボールなどで出し直す、まあそのような
ような、ね、流れを作っていくのが戦い方になってくるんだと思います。もうね、ドラゴンエナジーのレジドラゴとかも採用されていません。サポートは博士、マリー、シロナの覇気、ボスとね、非常にシンプルな形となってまして、最近だとレジギガスは結構ピオニーとバトルビップパスをね、組み合わせた形なんかも流行っていたんですけれども、結構分かりやすく強力なサポートカードなんかが入ってますね。結構副次的な効果で雪道マリーとかで相手がね止まってくれるみたいな展開とかもありそうだなと感じました。あとまあセイボリーとかね、崩れたスタジアムとかも結構多かったと思うんですけれども、まあ、その点も普通の釣り竿4枚っていうのは環境に刺さっていたのかなと思います。エネルギーもね結構意外でしたね。なんか僕のイメージだとやっぱりツインエネルギーが複数枚入っていたりとか、パワフル無色エネルギーが入っていたりとかでミュー VMAX を見ているようなイメージがあったんですけれども、まあもうねミュー VMAX はまあそもそも別にそんなワンパンできなくても勝てるでしょうみたいなぐらいの感覚なのかなという印象を受けました。まあこだれベルトでもいいですしね。他にもね基本炎エネルギーとか基本草エネルギーが入ってたりするような構築もありますけれども、まああのエネルギーはね僕が思ってた一般的なレジギガスの構築よりも少なめに設定されているのかなという印象でした。その分ねエネクジとかが採用されていて、まあ、これもかなり納得度は高くて、やっぱりこのデッキって本当にオーロラエネルギーがあるかないかがめちゃくちゃ大事なんですよね。レジギガスで殴ることっていうのが結構弱いんで、まあ、オーロラエネルギーで、まあ、テラスパーク、そして、巨大な牙、ギガインパクト、ブリザードバインド、まあ、このね大体4つあたりを使っていくことが多いデッキなんですけれども、まあ、オーロラエネルギーとキャプチャーエネルギーがやっぱり強いんで、他のエネルギーをね渋々入れるよりはエネクジでかさ増しするこの戦略が、まあ、かなりいいのかなと感じました。いや、レジギガス優勝はすごいですね。ちょっとレジギガスは評価見誤った感はね個人的にもありました。ティア3はあったかな、2はちょっとないかなと思いますけれども、ティア3ぐらいはあったかなと思いましたね。そして準優勝がオリジンパルキア V スターのデッキとなっています。まあ、こちらの構築としてはキャプチャーエネルギーと不思議な飴を組み合わせた、まあもう言っちゃいますけれども、いわゆるねヨネタク型になってますね。まあ今までは一応有料ノートということで名言は避けてたんですけれども、もう割となんかツイッターとかでみんなヨネタク型ヨネタク型言ってるので、もういいかなと思って言います。はい、米田拓也さんが有料ノートでね紹介していた平野さんが使用していたオリジンパルキアデッキっていうのが、まあこの不思議な飴キャプチャーエネルギー型となってまして、まあ一応元この構築ではクロススイッチャー4枚だったと思うんですけれども、こちらの準優勝の方はねクロススイッチャーを2枚に減らして、まあ、その枠に、まあ、他のカードを採用したりとかしているという感じですね。もう本当にオリジンパルキャー V スターはこのキャプチャーエネルギーと不思議な飴を絡めた構築がもう本当にスタンダードになってきているということで、上位のレシピもねこのタイプの方が非常に多かったです。まあ、ルリナなんかはね結構珍しいのかなと思います。そしてね構築は出てないんですけれども、ベスト4となった伊藤慎太郎選手、東進さんはね、まあ、配信で見ていた限りクロススイッチャーが採用されていなくて、まあダンデだったりとか、あとはスターミー V なんかの採用も特徴的でしたね。スターミー V は他にも入れてる人はねまあまあいたみたいで、まあハピナスミルタンクだったりとかアルセウスジュラルドンみたいなティア2以下のデッキに対しての勝率を高める1枚として採用されていた印象があります。そして次にベスト8となった斉藤光成さん、ポケカ四天王竜王カードラッシュプロズの斉藤光成さんは、こちらはね、まあ、ツイッターの方に構築を載せていたんですけれども、デッキは米拓さんのノートの構築を少しいじりましたと。でまあこちらもね、まあ、米拓型と言われる、まあ、そのキャプチャーエネルギーだったりとかクロススイッチャー、そして不思議な目なんかが採用されている構築となります。もう本当にねこの構築すごすぎて、みんな割とそのままコピーして使っている方は本当に多かったと思います。ちなみに僕は練習チームではヨネキアと呼んでいます。次にベスト8となったユウ選手のジュラルドン・アルセウスデッキ、いやーシャロンも使ったジュラルドン・アルセウスがねベスト8に残っていてよかったです。このデッキはね強いと自信を持ってね言うことができます。本当にありがとうございますユウさん。はい、デッキ構築なんですけれども、まあ、トレッキングシューズが入っていて、まあ、回転率を高めている悪の塔も採用されているタイプの構築になっております。サポートはね結構ドローサポート自体は、まあ、あの削ってトレッキングシューズとかになっている分、友達手帳なんかが入っているので、ゲーム終盤で、まあ、カリンの信念とかボスの指令とか重要になってくるカードを戻したりすることもできるというような構築になっております。とはいえアルセウス・ジュラルドンの構築では、まあ、非常にスタンダードな形だとは思います。そしてベスト16となったマスベイ選手のオリジンパルキアデッキですね。こちらはスターミー V が採用されていたりとか、まあ、キバナが採用されているのも特徴的ですね。まあもう本当にキャプチャー、アメ、クロススイッチャー、もうこれはね、もう今のテンプレですよ。もう本当にね、僕はキャプチャーエネルギーは思いつかなかったんで、バトルビフパスをたくさん積むっていうようなアプローチをね、パルキア V スターでは取るようにしていたんですけれども、まあキャプチャーエネルギーな、偉いんだよな。パルキアに貼っても意外とハイドロブレイクがね打ちやすくなったりして、いろいろなプランが取れたりするから強力なんですよね。まあ、キバナが入ってることによって月光手裏剣がね他の構築より打ちやすいっていうのはありそうですね。
そしてベスト16となったミュー VMAX の一輝選手、ベスト16まではねミュー VMAX も生き残ってたみたいです。構築でね特徴的なのは、まずスタジアムがローズタワー3枚であるという点。あのね、実際にこれはねすごいわかるんですよね。ミュー VMAX ってスタジアムがなんかいろいろ入ってますけど弱いんですよね。もう意味ないスタジアムが多すぎて、もう本当にどれも効果ないようなものなんですけど、ローズタワーだけ結構強いんですよね。ローズタワーだけ、まあ、役割ギリあるなっていうぐらいのスタジアムなんで、なんかよく寿村とか西の墓地とかまあいろいろありますけど、本当にどれもねまともに効果働いた覚えがないですよね、皆さん冷静に考えると。まあ、なんでこのローズタワー3枚はなるほどわかるっていうようなところはあります。まあ、ただ自分で張り替えることがねしづらいっていうのはまあ一つポイントだとは思います。そしてもう一個ね、高立法が採用されているのも、まあ、珍しい点だなと思いました。高立法はねブロックスライダーを使ってベンチ狙撃をしていけるんですけれども、ミュー VMAX を見てマナフィーを出してくる人はまずいないので、まあこのブロックスライダーは通りますね。まあ、これによってね、あのいわゆるヒエクデッキみたいなデッキに対して、まあ、結構ね強く戦っていけたりとかすることもあるので、まあ、高立法一時期ね連撃テンタクルとか活躍した時はまあまあ採用されてましたけれども、最近減ってきてたので意外でした。具体的にねどういうデッキを意識して入れたみたいなのはね、本人の考察をちょっと聞いてみたいなと思いましたね。そしてベスト16、佐藤選手のアルセウス・ジュラルドン。アルセウス・ジュラルドンね、強いんですよ。で、こちらのデッキはね、かなり珍しい構成となっています。普通はね、アルセウス・ジュラルドンってアルセウスとジュラルドン以外入ってないんですけれども、こちらはね、クロバットとネオランドとワタシラガと輝くサーナイトが入ってるんですよね。まあ結構ジュラルドンの強いところって、アルセウスとジュラルドン、ジュラルドン、この3体を押し付けることで、相手がね、サイドをね、なんかすごく綺麗に取れないよねっていうのが結構強いんですけれども、まあ、この構築は、その、サイドを綺麗に取られてしまう可能性が、まああると。例えばアルセウス、ジュラルドン、輝くサーナイト。まあこの計6枚を取られてしまったりとか、アルセウス、クロバット、ネオランド、まあ、これでね計6枚取られてしまったりとか、まあ、そういうちょっと弱いサイドの取られる方をする代わりにデッキの安定感だったりとか爆発力を高めている、まあ、そんなような構築です。スタジアムはね結晶の洞窟や崩れたスタジアムっていうのが入ってますので、ベンチをね並べて崩れたスタジアムでクロバットとかをね、まあ、1体は消したりすることも一応できますし、まあ、とにかくねアルセウス・ジュラルドンっていうのはクイックボールやハイパーボールが余るデッキでなので、まあ、それをね強く使えるっていうのはね面白いなと思いました。そしてベスト16のね、友蔵選手のレジギガスですね。こちらもね、レジ系のポケモンは2枚ずつの採用で、普通の釣り竿採用のタイプとなっていまして、今のね、まあ、レジギガス構築は結構これがテンプレになってきているのかもしれないですね。これはもうちょっと自分の勉強不足でした。自分はね、もう完全にレジドラゴとレジエレキはまあ3枚ずつにして、嵐の山脈がいいんじゃないかなって。で、まあ、ジュラルドンはね、草エネルギーと炎エネルギーをね、計3枚でも入れとけばなんて思ってたんですけれども、本当に今、雪道と、まあ、釣り竿4枚、が結構もう標準搭載となっているみたいですね。珍しいところだと、まあストーン等エネルギーが入ってることによって、まあレジロックのギガインパクトがちょっと打ちやすくなっている点だったりとか、抜群グラスが2枚採用されていることによって、まあ相手のねオリジンパルキア V スターとかをねテラスパークで倒したりとか、他にもね弱点をついていける範囲が広がっていくというところはあると思います。あとまあドローサポートがね芝になってますね。やっぱり優勝された方はマリーが採用されているので、まあマリーとね雪道で相手が事故るみたいな展開も見込めるっていう点はありますけれども、まあ、やっぱりドロー枚数としてはねマリーだと心もとないなっていうのは確かにあるので、まあ毎ターンポケモンが倒されているのであれば芝も非常に強力なドローサポートになってくると思います。はい、というわけでね今回はポケモンジャパンチャンピオンシップス上位ベスト16のデッキ紹介もさせていただきました。いやー本当にね決勝戦とかも非常に盛り上がりまして、他の配信宅もめちゃくちゃ熱い試合がありました。皆さんの応援しているデッキはね結果はいかがでしたでしょうか。正直ねちょっとオリジンパルキア V スターが強すぎる感じもあるので、まあ、今後の新商品、まあ7月とかにもね新商品出ると思うので、まあ、それらでオリジンパルキア V スターやミュー VMAX、まあ、どうなってくるかっていうのがね気になるところですけど、もしねこのままね9月までこの2強環境のまま行くってなるとちょっとだけ気がめいりますね。まあ来シーズンどうなっているか分かりませんけれども、ポケモンカード皆さんね夏休みを楽しんでいきましょう。ということで、はい、見てくださってありがとうございました。シャロンチャンネルではポケモン GO のねパック関係の動画なんかもたくさん出していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。